福岡天神内視鏡クリニックの医師の細川です。以前に機能性ディスペプシアに関する動画をさせていただいてましたが、今回はその機能性ディスペプシアの症状を和らげるための注意点なんかに関してお話ができればなというふうに思ってます。もともと機能性ディスペプシアっていうのは3つのバランスの崩れから症状が出る疾患だよっていうのを、どういうところが問題になっているかというと、一つは胃のこの上の部分ですね、通常食べ物がこう入ってくるとここがすぐバッと広がってくれて物を蓄えてくれて胃酸で消化しながら食べ物をこう動かして次の十二指腸へと排出をしていくという流れで胃は消化をしているんですけど、食べ物が入ってきた時にここが膨らむっていう膨らみが悪くなっているんですね。なのでいっぱいこう食べ物を食べているのに膨らまないと吐き気がしちゃうとか、どうしてもすぐこう満腹感が出ちゃうとか、そういったのが症状の原因になってます。あとはその後消化しながらこう運んでいくためのこの胃の動きですね、この前動運動っていうのが動きが悪くなってるっていうのが症状の原因になり得るので、そこの部分に対するまずはアプローチが大事になるよというところになります。どういったところをじゃあ気をつけていけばいいかというと、もともとこの胃の動きが悪くなってて食べ物をスムーズに消化して出すのがしづらくなっているというところがあるので、食べ物としてその消化されにくいもの、胃からこう出ていくのに時間がかかってしまうようなものを取りすぎてしまうとより症状が強めに出ます。ですのでちょっとそういうのを避けていただくというのが大事になるというところになります。で、通常栄養素として胃から出ていくのに時間がかかるものっていうのがあるんですけど、一番消化がされにくくて出ていくのに時間がかかるものは脂肪分ですね。その次に消化されにくいものが炭水化物で、一番スムーズに排出されやすいのがタンパク質というような形になります。ですので脂っこいものとか炭水化物ですね、こういったものを取りすぎてしまうと、胃もたれ症状が出やすくなるんだよっていうのはちょっと知ってていただきたいです。特に脂肪分の多い天ぷらとかですね、ビーフステーキみたいな脂身の多い、いわゆる高級お肉ですね、こういったものとかっていうのは、胃で消化されにくい形になりますから、こういった胃もたれ吐き気を悪化させる原因にもなるので、症状が強い時にはこういったものの、摂取はちょっと控えていただくというのが大事にはなります。こういったところを気をつけても症状がなかなか良くならないような場合には、お薬の力を使ってこの動きをスムーズにしてあげる必要が出てきます。その時に使われるお薬というのが消化管運動機能改善薬と呼ばれるものになります。漢方薬とかアコチアミドと呼ばれるお薬があるんですけど、そういったものを飲んでいただくというような形になります。次がこの機能性ディスペプシアの症状が出る理由の一つとして、胃酸に対する感受性が高まりすぎているというようなものがあります。通常私たちの胃の中っていうのは常にこう胃酸がこう出てるような状況になるんで、本来その出る酸に対していちいち体が反応していると、痛みとかを感じてしまうことにもちろんなるんで、そこの部分は感じにくく本来はなってるんですね。それが感受性がすごく敏感になって高まりすぎてるせいで、普通にこう消化するために出てる酸で胃痛を感じてしまうという状況になってしまっているのが機能性ディスペプシアという状況になります。こういった酸の感受性を抑えるという意味では、やはり出る胃酸の量が多ければ多いほど胃痛を感じやすくなってしまう状況になっているので、やはり胃酸を抑えるお薬たちを使うっていうのもちょっと有効っていうところになります。ただ薬を飲んでもですね、胃酸そのものはゼロになるわけではないので、残念ながら劇的に症状が改善するかというとそういうわけではないです。どうしてかというと、先ほど言ったように感受性そのものが高まってしまっているんで、少量でも酸が出ていると症状がやっぱり残ってしまうと
というところですね。なのでもちろん改善というか警戒はさせることはできるんですけど、すっきりゼロになるっていうのはちょっと難しいというのは前提条件として知ってていただければなと思います。感覚神経が過敏になっているっていうのを、まあ、なんとか抑えられないのかなというのはいろんな研究があって、この感覚神経を麻痺させてあげることで症状が出にくくするよっていうのを調べている報告があります。で、まあ、それによると何が有効かっていうとですね、カプサイシンと呼ばれる唐辛子の辛味成分になるものなんですけど、なんかこう胃の不調があるのにそういった刺激物取ると逆効果なんじゃないかと思ってしまうと思うんですけど、このカプサイシンっていうのが胃の知覚過敏を引き起こしている原因になっている胃の痛み刺激を感じる TRPV1 っていう受容体があるんですけど、それをこう麻痺させてくれる作用があって、そこが麻痺すると痛覚を感じにくくなるので、まあ、痛みが出にくくなるというふうに考えられています。だからといっていっぱい取るのはもちろん逆効果になったりすることがあるので、一振りだけですね、何かこうおかずとかにかけていただくというふうな感じで取っていただくっていうのがいいと思います。で、まあ、唐辛子を取るのが苦手なんだよっていうような方はカプサイシンのサプリメントですね、こういったものも有効にはなるので、食事を気をつけつつ取り入れていただくといいかもしれません。そもそも論として、この機能性ディスペプシアっていうのは何が原因で起こるかっていうと、ストレスだったり疲れだったりとかの、まあ、自律神経を乱すシチュエーションが続くことで、まあ、胃が持ってる機能がちょっとこうバランスを崩してしまったせいで症状が出てる状況になります。ですので根本的なところっていうのは、もう本来は胃にあるわけではなくて、胃の動きを調節している自律神経を乱しているところが原因になるので、ストレスだったりとかの原因になっているものを遠ざけていただくと根本的な治療につながります。ご自分でストレスがあるのが分かっているとか、睡眠があまり取れてなくて生活が不規則になっているんだよっていうのがもう分かっているのであれば、まあ、それをまずは取り除く努力をすべきというところにはなります。まあ、あとは休日しっかり休んでいただいてというところですね。で、これをせずして改善は目指せないと言っても過言ではないかなというところにはなるので、しっかりとご自分で思い当たるところがあればそれを遠ざけるというようなところは調節をしていってほしいなというふうには思います。その症状が出現した時に何とかそれを弱める方法はないかなというアドバイスというところにはなるんですけれども、胃痛がある時にはお腹のですねところにちょっと力が入らないようにしてもらう、まあ、要は腹筋を緩めるような感じにしてリラックスした状態でですね、まあ、30分ぐらいお腹を温めてもらうと有効というふうに言われてますので、横たわった状態でふーっと息を吐いてお腹の力を抜いてもらったところで、まあ、クッションとかをね支えにして膝を曲げてもらうとお腹のこの力っていうのが取れますから、そういったところで、まあ、お腹にブランケットをかけていただいたりとか湯たんぽですね、まあ、カイロとかでもいいかもしれません。こういったものを30分程度当てていただくと症状が和らぎやすいかなと思います。なのでもしよければね、この辺も取り入れていただければなと思います。機能性ディスペプシア若い方に特に多くて、日本人の場合は10人に1人ぐらいこういった症状を抱えて悩まれているというような報告もあるような、非常に悩んでいる方が多い疾患になりますが、どうしてもお薬だけで改善させるっていうのがちょっと難しいです。まあ、私たち消化器内科医が使うお薬っていうのはあくまでもその胃の動きがバランスを崩しているものとかをサポートしてあげるお薬、あとは原因になっている胃酸を少し減らしてあげるっていうようなところで症状を和らげるっていうアプローチにしかならないので、根本的な原因になっているものを取り除くものではないんですね。ですから、まあ、一番はそのストレスとか、まあ、緊張状態だったりとか
あの自律神経の乱れがあるような生活習慣の乱れがあるんだよといったところをやはり取り除いていただかないと、残念ながら症状はいつまで経っても続くとか、一時的にお薬飲んで良くなってたのに、お薬が持っているそのサポートパワー以上にストレスがかかってしまうと、そちらが上回っちゃうので症状がまた強くなっちゃうっていうのをこう繰り返しやすくなるので、まあ、まずはそこのところをしっかり洗い出しをしていただいて、まあ、その体に対する精神的な負担とかを取っていってあげるというのが、まあ、一番再発をさせない、改善もするというところで一番いい結果が得られると思いますから、ちょっとそういったところもご参考にして調節をしていただければなと思います。ではまたよければ動画の方を見てください。よろしくお願いいたします。